アス、どうも福島康です。今回はエルデンリングからダークソウル3を始めようと思っている人へ、ゲームシステム仕様の違いについてまとめ動画になります。ちなみに私自身が初めてのフロムゲーがエルデンリング、そこからフロムゲーの世界観にはまりダークソウル3に手を出した人です。先日やっとダークソウル3も全クリしまして、かなり楽しくプレイさせていただいたと思っているのですが、エルデンリングと大枠は変わりませんが、ちょっとしたゲーム性の違いはありましたので、その部分をまとめていこうと思います。私と同じようにエルデンリングは全クリして、ダークソウル3をプレイするか迷っているといった人の何かしら参考になる動画になっていたら嬉しく思います。ではまずエルデンリングとダークソウル3の違いを説明する前に、大前提としてエルデンリングプレイヤーがダークソウル3を初めて楽しめるかという部分に関しては、個人的にはめちゃくちゃ楽しめると思います。正直世界観や操作性に関してはほとんど違いがなく、ダークソウル3は5年以上も前のゲームですが、グラフィックやゲーム性、操作性など全く問題がありません。エルデンリングにハマったプレイヤーなら間違いなくハマるゲームだと思っています。では違いに関して、まずは醍醐味である戦闘面から説明していきます。戦闘面の全体的難易度として、個人的にはエルデンリングの方がダークソウル3に比べて難しいと思います。その理由として、ダークソウル3の方が身のこなしが軽やかで、操作の反応および戦闘テンポも速い印象があるからです。もちろん武器にもよりますが、ダークソウル3の方がこちらのボタン入力からのレスポンスが速い印象です。個人的にはエルデンリングでは攻撃選択のタイミングをミスると、その攻撃が振り終わるまでいくら回避ボタンを押しても反応されず、敵の攻撃をよく食らっていました。この辺りがダークソウル3の方がすんなりと反応してくれるという印象です。また敵の行動自体もエルデンリングのようないつ来るかわからないディレイ攻撃みたいなものがあまりなく、敵の行動をしっかりと見ていれば意外と初見から攻撃をかわしやすかったです。エルデンリングと比べてもボスをやり直した回数、ダークソウル半分以下だと思います。1点ダークソウル3のボス戦の難点を挙げるであれば、途中で死んだ際の復帰はワープポイントからになるので、ボス部屋まで走らないといけないのがちょっと面倒でした。また道中の敵に関しても、エルデンリングでは特に特大武器などを使っていないとひるみづらい敵が多く、また攻撃力の高い敵も多い印象があり、道中でよく死んでしまうことがあったんですが、ダークソウル3では道中に出てくる敵はだいたい軽い武器でもある程度ひるんでくれるので、攻略が割と進めやすかったです。エルデンリングをクリアした方ならダークソウル3割とすんなり攻略できると思います。エルデンリングの方がもっさりしてて難しかったです。続いての戦闘システム、戦技について、エルデンリングでは割と戦技ぶっぱでも強く戦える武器が多い印象ですが、ダークソウル3では戦技ぶっぱで戦える武器はほとんどない印象です。基本的には通常攻撃、強攻撃で戦う堅実な立ち回りが求められます。ボス戦などでは特に戦技を叩き込んでいる暇がないですし、避難覚悟で戦技を放つ方が火力が出るという武器は正直ないんじゃないでしょうか。またエルデンリングでは戦技の付け替えが一部武器では可能ですが、ダークソウル3では武器ごとに戦技が完全に決まっています。そのため戦技で武器を選ぶというよりかは、純粋な火力、通常攻撃の使いやすさなどで武器を選ぶことが多くなります。この辺の堅実な立ち回りを要求される部分は合う人合わない人いるかと思います。正直僕も序盤は合わない、戦技ぶっぱしたいと思っていたんですが、途中から堅実な立ち回りの方がむしろ楽しいくらいに思ってきたので、慣れの問題かなと思います。続いてエルデンリングには自身強化をできる霊薬がありますが、ダークソウル3にはこれがありません。その代わりスタミナの回復速度を上げる緑化槽や黄金松ヤニやカーサスの秘人など武器エンチャントアイテムが重要になってきます。霊薬がない分アイテムで補うという感じです。続いてエルデンリングでは初心者の御用達、ボス戦で仲間を呼び出す位牌に関してですが、ダークソウル3にはこの位牌はありません。その代わりに NPC イベントなどをちゃんと進めているとボス戦の前で仲間を呼ぶことができます。だいたいボスの部屋の近くに召喚サインがあるので、これに触れておくと仲間を呼び出すことができます。ただし残り火というアイテムを使用した状態でないと召喚サイン自体が現れないので注意が必要です。ここで一応残り火に関しても説明しておきます。残り火を使用するとキャラクターが残り火状態というものに入り、最大 HP が上昇します。この状態は一度死ぬまで継続されます。この状態になっていると仲間を呼び出す召喚サインが見えるようになったり、 HP 増加によって攻略の安定性が増します。ただし注意点として、場所によっては侵入者が世界に侵入してくるようになること、また序盤は特にですが大量に手に入るアイテムではないため、何度も死んで何度も残り火を使用していたらなくなってしまう可能性があることが挙げられます。一度死んでしまったら無理に再使用せず、ボス戦の近くで再度使用するみたいな感じの使い方で序盤は良いんじゃないかと思います。
ということで、ダークソウル3ではボス戦で位牌で仲間を呼ぶのではなく、残り火状態でボス部屋近くで仲間を召喚するといった感じになります。一応その他の戦闘部分として、道中の意地悪ギミックの多さに関しては、正直エルデンリングもダークソウル3も変わりません。数の暴力で攻めてくる敵や、アイテムがあるところには大体敵がいたり、突然なびっくり攻撃をしてくることもあります。ただダークソウル3には回復アイテム無効やローリング無効などの攻撃をしてくる敵もいるので、若干意地悪ギミックは多いかもしれません。ちなみにエルデンリング、ダークソウル共通で、死んでしまうとその場に今まで貯めた経験値を落としてしまいます。エルデンリングではルーンと呼んでいましたが、ダークソウルではソウルと呼びます。回収することで経験値を取り戻すことができること、回収前にまた死んでしまうとロストしてしまうという仕様は一緒です。またダークソウル3では敵に見つかっていない状態でもスタミナが減ります。道中攻略の際はこの点注意しないといけません。またエルデンリングのような単純なジャンプコードがなく、基本ジャンプをする際はダッシュジャンプになります。エルデンリングではちょっとした段差をジャンプで乗り越えるという場面がありますが、ダークソウル3はちょっとした段差もジャンプで乗り越えられないので、この辺使用感の違いに注意です。戦闘システムに関してはこれくらいでしょうか。補足などあればコメントお願いします。続いてストーリー、世界観の比較に関して、正直言うと全く変わりません。ストーリーは謎な部分が多く、アイテムのフレーバーテキストで考察していく部分などはほとんど変わりません。世界観、雰囲気に関しては個人的にはですが、ダークソウル3の方が雰囲気が暗いステージが多く、慣れるまで時間がかかりました。エルデンリングはオープンワールドなので開けたステージも多く、まだ安らぎがあるという印象です。ダークソウル3の方が心が折れかけた率は高かった印象です。個人的には中盤ぐらいまで進めると慣れてほとんど気にならなくなると思います。ただ生理的に気持ち悪い敵もいるので、その辺が苦手な方には注意です。ストーリー、雰囲気に関してはあまり話しすぎてネタバレになってはいけないので、あとはプレイしてお試しください。ではここからその他ゲーム要素についてなるべくテンポよく比較していきます。まずはキャラクターメイク、ステータスについて、エルデンリングとダークソウルを比較するとこんな感じになっています。違いがある部分だけ説明します。エルデンリングでは持久力がスタミナと装備重量を決めるステータスになっていましたが、ダークソウル3では持久力がスタミナを決めるステータス、体力が装備重量を決めるステータスになっています。ダークソウル3ではステータス値が1つ多く設けられており、これによって1周目からギマビルドなどの両党攻略するのが少し難しくなっています。また FP を決める精神力が集中力という値になっていますが、ダークソウル3ではメモリーストーンがないため、集中力が記憶のスロット数を決める値にもなっています。参考程度に、集中10でスロットが1個、集中30でスロットが5個にといった感じです。それ以外のステータスは正直名前が変わっているぐらいです。知力が理力に、神秘が運というステータスに変わっています。素性に関して比較するとこんな感じです。対応関係に関しては、放浪騎士に関しては騎士、エルデンリングでもダークソウル3でも初期ステータス、最初から持っている装備の優秀さから、迷ったらこれにしとけという素性です。初期技量が高い戦士、侍などがダークソウル3では傭兵に該当します。また筋力が高い勇者はダークソウル3では戦士、知力の高い星見は威力の高い魔術師、ギマビルド向けの囚人は刺客、信仰値の高い預言者は聖職者、信仰戦士向けの密使は伝令、運の高い盗賊は盗人、何も持ってないスカンピンは持たざる者といった対応になるかなと思います。ただしダークソウル3にはエルデンリングにはない呪術という要素を生かした呪術師という素性が存在します。呪術は威力と信仰の値に関わってきており、呪術師の初期ステータスもそちらが高くなっています。ダークソウル3のおすすめ素性は先ほども言った通り騎士ですが、最強武器の一角と名高い傭兵の相当を持っている傭兵でもありだと思います。それ以外でも苦労はしますが、クリアできないことはないと思いますので、自分が好きなもので始めれば良いと思います。続いてワープポイントについて、エルデンリングでは祝福と言われていましたが、ダークソウル3ではかがり火と呼びます。エルデンリングはオープンワールドであるため、序盤から自由度高く馬移動などを使ってワープポイントを広げることができますが、ダークソウル3では基本進めていった順にワープポイントは解放されます。中盤になるとどこから先に攻略するかという部分があるため、ダークソウル3には進め方の自由度が全くないというわけではありませんが、ある程度限定された範囲での攻略の進め方になります。またエルデンリングでは敵に見つかってさえいなければどこでもワープをすることができますが、ダークソウル3では基本的にかがり火に触れないとワープできません。帰還のコッペンというアイテムを使うことで、最後に触れたかがり火もしくは棺の採取場という場所に帰ることができます。これは敵に見つかっていても有効です。
またエルデンリングでは安息地、アイテムの購入、武器強化などをする場所として円卓という集会場的なスペースがありますが、ダークソウル3ではこれが棺の祭祀場という場所になります。ここで注意点として、エルデンリングでは円卓では攻撃がそもそも無効になるため、NPC を誤って殴ってしまうことは基本ありませんでしたが、ダークソウル3は棺の祭祀場でも攻撃判定があるため、間違って攻撃ボタンを押さないように注意が必要です。エルデンリングではどこのワープポイントでもレベルアップ、回復アイテムの強化、時間の変更、戦技の付け替えなどいろんなことができましたが、ダークソウル3では基本的にかがり火の役割はワープポイントです。時間変更というシステムはなく、回復アイテムの強化などは棺の祭祀場で行います。回復アイテムについて、エルデンリングでは聖杯瓶と呼んでいましたが、ダークソウル3ではエスト瓶という名前になります。この強化に関して、エルデンリングでは黄金の種子というアイテムで回復の回数を増やす、聖杯の雫というアイテムで回復量を増やすといった感じでしたが、ダークソウル3ではエストのかけらというアイテムを鍛冶屋に1個持っていくごとに回数が増え、武士の遺骨というアイテムを棺の祭祀場のかがり火で使用することで回復量が増えます。攻略の際、エストのかけらと武士の遺骨は必ず押さえておきましょう。続いてアイテムの購入に関して、エルデンリングの円卓にいる双子の老婆の役割を、ダークソウル3では棺の祭祀場にいる侍女が行ってくれます。エルデンリングでは鈴玉を渡すことで購入アイテムを増やすことができましたが、ダークソウル3では位牌を渡すことで購入アイテムを増やすことができます。とりあえず抑えるべき位牌は、夢追い人の位牌、探求者の位牌、アズマ人の位牌、竜追い人の位牌、この辺かと思います。別途動画作ろうと思っています。またもちろん武器やアイテムはステージに落ちているものを拾うことで回収することができます。エルデンリングではスカラベという道中にいるフン転がしを倒すことで一部アイテムを入手していましたが、ダークソウル3では結晶トカゲがそれに当たります。武器の強化に関して、エルデンリングでは胆石で普通の武器を強化し、特殊戦技などがある武器は模質胆石で強化していたと思いますが、ダークソウル3では胆石は草び石のかけら、大かけら、塊という強化アイテムになります。また模質の胆石に関しては光る草び石、鱗の草び石という強化アイテムになります。また武器最大強化時のアイテムは、エルデンリングでは古竜岩の胆石、もしくは古竜岩の模質胆石というものでしたが、ダークソウル3では草び石の原盤というアイテムになります。最大強化に関しては原盤で共通になります。武器の強化値はエルデンリングでは胆石強化の武器が1-25レベル、模質の胆石強化の武器が1-10レベルであったのに対し、ダークソウル3では草び石のかけら強化の武器が1-10、光る草び石、鱗の草び石強化の武器が1-5レベルになります。武器の派生に関して、エルデンリングでは砥石を入手することで武器の派生種類を増やすことができましたが、ダークソウル3では種火を鍛冶屋に渡すことで武器の派生種類が増えます。派生の種類として、エルデンリングでは標準、重厚、鋭利、上質、魔力、炎、炎術、雷、神聖、毒、地、霊気、神秘の種類がありましたが、ダークソウル3では重厚、鋭利、熟練、蘇生、結晶、愚者、炎、混沌、雷、祝福、深み、闇、地、毒、亡者の派生になります。派生の違いに関しては勉強してまた動画作ります。注意点として、エルデンリングでは武器を派生する際は特にアイテム必要となりませんが、ダークソウル3では武器派生の際、奇跡というアイテムが必要になります。これは道中の敵が低確率でドロップしたり、先ほど紹介した結晶トカゲなどから回収します。そこまで大量に入手できるものではないので、エルデンリングほど気軽に派生を変更することはできません。武器強化に関してはこんなところです。続いて装備に関して、防具のシステムに関してはほぼほぼ同じです。ボスを倒すことでボス装備を購入できるようになるというシステムも同じです。武器の一部使用に関して、エルデンリングでは同じカテゴリーの武器を両手に装備した際、 L1 のモーションが両手用のモーションに変化するというものがあったのですが、ダークソウル3にはこのシステムがありません。ただし双刀という武器カテゴリーがあり、右手もしくは左手に持った双刀武器を両手持ちにすると二刀流になり、 L1 が特殊モーションになる武器が存在します。一部武器のみ二刀流できるという感じです。エルデンリングでタリスマンと呼んでいた自身能力値向上アイテムに関しては、ダークソウル3では指輪というアイテムになっています。エルデンリングのタリスマンは序盤1枠のみ、ストーリーの進捗で最大4枠まで広げることができますが、ダークソウル3では最初から最後まで4枠固定です。最後にその他のゲーム要素に関して、エルデンリングではボスから取得したルーンを使うことによって特殊な武器、タリスマン、魔術、祈祷などを得ることができましたが、
ダークソウル3でも同じようにボスのソウルを使うことで特殊な武器、指輪、魔術、呪術、奇跡などを得ることができます。ただしボスのソウルから錬成する際、錬成炉という序盤のボスの呪服の体重が落とすアイテムが必要になるので注意が必要です。またエルデンリングと同じく魔術、呪術、奇跡などは NPC から購入することができます。道中に落ちているスクロール、呪術書、展示聖書などを待たすことで購入できる魔術などを増やすことができます。ということでゲーム性の違いをまとめるとこういった感じです。あくまで私が思いつくことをまとめただけになりますので、補足や抜けの部分などあればコメントなどいただけると嬉しいです。個人的にはエルデンリングにハマった人であればダークソウル3間違いなく楽しめるゲームだと思います。プレイした感想としてはエルデンリングに比べても戦闘にテンポ感がある部分が個人的にすごくハマりまして、正直ダークソウル3の方が面白かったです。始めようか悩んでいる人の何かしら参考になればと思います。最後に1点注意点として、 Steam 版を購入検討されている方に関しては現在オンラインモードが遊べないような感じになっています。対人などを見越してやりたいと思われている方は PS 版での購入検討される方が良いと思います。今後もダークソウル3やエルデンリングに関する情報もちょこちょこ動画投稿していけたらなと思っていますので、よかったらチャンネル登録、高評価などしていただけますと嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。